大木町高通りは、江戸時代前期から中期にかけての苦行。県大納言、大木町稔豊の長男。下には、十一位、県大納言。水加神道の布教に努めたことで知られる。また、朝廷政治においては、武家天送役などを務め、懲罰関係の取り次ぎに活躍した。号に、守る書斎、守守る霊社。下号に、白玉沖縄風水県 公明天皇は、交通の来孫にあたる。京都にて誕生。母は県中納言、藤谷ため県の姫。妹に、大木町町子がいる。万治元年に女爵。漢文元年十五以上侍重となり、漢文五年に元服した。その後、右子の絵少将、右子の絵中将を経て、遠方五年に三義となり、苦行に列する。天名元年に、正三儀。 県中納言となり、上京2年には、ジ二位に昇進。東華設営外弁などを務めて、元六六年から仏家転送役を務めた。元六八年から翌年にかけては、現代納言となった。しかし、元六十三年に、東山天皇から仏家転送を罷免されてしまう。江戸時代の仏家転送の任命権は、江戸幕府が持っており、朝廷が関与できなかったが、 東山天皇は天宗の人事権は天皇に、あるとして幕府に、無断で悲鳴を強行したのである。新幕府派であった関白のこの江元博は、交通の追加神道の不況に批判的であったために、この決定を止めなかった。また、幕府でも京都諸次第の小笠原長重は、江戸に通報することなく、これに同意し、幕閣もこれに対抗措置を取らずに黙認してしまった。 ために、武家転送の人事権が、朝廷に移ることになった。元禄十五年に、朝廷から五代将軍、徳川綱吉の聖母継承院に対して十一位が、下されたが、この異例の序任の背景には、議定、柳沢義康から、朝廷重臣への取りなしを依頼された、この交通の働きが大きかったと言われる。法営二年に、正二位。さらに、聖徳二年に十一位となった。 教法18年7月12日に皇居。教年81。山崎安西の文下生の一人であり、安西が創設した水カ神道を朝廷に普及することに努めた。皇通が唱えた水カ神道は俗に大木町神道などと呼ばれる。晩年は絵画と教科に没頭した。男子が6人いたが、長男金成と次男後張は若くして死に、 三男十本は裏、辻家、四男、龍信は、四条家、五尾貞田都市は、野宮家それぞれ養子に入ったため、大木町家の家督は、抜師大木町未練が継いだ。ありがとうございます。